ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話かな？今回は、観音開きの蓋がついたエレベーター、など、怖い話をたくさん紹介するぜ。すでにヤバそう。怖い話だから、期待してくれ。今回ご紹介する怖い話以外に、こんな怖い話があるよという方は、コメントで教えてくれると嬉しいぜ。うぷ主が、怖い、と思ったお話は、動画で紹介させていただきます。それじゃあ今日も、ゆっくりしていってね。これから紹介する話は、観音開きの蓋がついたエレベーター、という話だ。長い題名。そうとしか表現できない題名でな。内容はしっかりと怖いから、安心してくれ。それは楽しみ。それでは、早速聞いていただこう。初めて書かせていただきます。文章力も乏しい上に初心者ゆえ、読みづらいところや、誤字脱字などあるかと思います。何卒ご容赦ください。私がまだ小さかった頃、体験した話です。好奇心旺盛だった私は、よくバカなことをして怪我して、親に心配をかけるような、そそっかしい子供でした。その当時、私と家族は10階建ての団地の、8階に住んでいたのですが、その団地は、いわゆる岩くつきの団地でした。私の住んでいる県は、細い中で、あまり高層ビルなどはなく、10階建ての団地ですら、最高峰といっても過言ではないので、その団地が飛び降り時の名所になるのも、必然といえば必然でした。さらには、霊が出るという噂もあり、県営団地なのに、空室がたくさんあるような、とにかく寂れた、古い団地でした。当時チビだった私は、遊びに行く時など、下の階に降りる時はエレベーターを使いますが、身長的に上の階のボタンには、まだ手が届かないので、帰る時は階段を使わないと、自分の住む8階には帰れないといった状態でした。しかし、エレベーターホールの隅にあった階段は、昼ですら薄暗く、ドアも鉄製の、重くて閉塞感のあるドアで、さらに、階段で幽霊を見たという噂が絶えないので、大人ですらあまり階段は使いたがらないほど、不気味な階段でした。まだ小さかった私が、どれほどの恐怖を階段に抱いていたかは、想像にたやすいと思います。なので、階段を使うときは、猛ダッシュで8階まで駆け抜け上がり、恐怖心を紛らわせていました。たまに遊びに夢中になり、帰るのが遅くなってしまい、すっかり暗くなった階段を登る羽目になった時には、半泣き状態で、大声で母親を呼びながら、8階まで駆け上ったのを覚えています。そのうち知恵をつけた私は、上の階のボタンを木の棒などで押して、一人でエレベーターにて、上り下りができるようになりました。それまで、階段が怖いという理由で、必ず、夕方のまだ明るい時間に帰っていた私でしたが、エレベーターを自由に使いこなせるようになってからは、ついつい暗くなるまで遊んでしまい、よく親に叱られていました。その団地自体も同じことが言えるんですが、そのエレベーターはとても古く、すごく汚れていましたが、特にこれといった特徴もない、普通のエレベーターでした。あえて言うのなら、入って正面の、壁の下の方に、ドアと呼ぶには小さな、観音開きの蓋がありました。その蓋は、普段鍵がかかって開けることができないのですが、団地の住人が亡くなった時などには、そのままでは棺がエレベーターに入りきらないので、その小さな蓋を開け、一時的に奥行きを広くして、無理やり棺桶をエレベーターに入れるための、いわば、棺桶専用の空間に通ずる蓋でした。まあ、その蓋がなぜ存在しているかなど、当時の私は知っているわけもないので、特に気にしたこともありませんでした。ある日、私は家から少し離れた公園で、時間を忘れて遊んでしまいました。気がつくと、すでに日は落ち、急いで帰る頃には、辺りはすっかり暗くなっていました。親にする言い訳なんかを考えながら、エレベーターホールに飛び込み、ボタンを押すと、しばらくしてエレベーターが降りてきました。早速乗り込み、棒で8階を押し、ドアを閉めます。ゆっくりと、エレベーターが上に上がっていくとともに、ゴーン、ゴーン、という単調なリズムで、機械の鈍い音が、室内に響きます。その時、かすかにですが、と、後ろの壁から、機械の音とは違う不規則な、例えるなら、甲殻類がうごめいているような、なんとも不思議な音が聞こえました。なんだろうと思い、振り返ってみると、霊の蓋に、1センチあるかないかぐらいの隙間が空いていました。今思えば、おそらく棺桶を運んだ後、管理人が鍵をかけ忘れたのだろうと思います。その蓋の意味を知っていれば、気味悪がって、何も聞かなかったことにすると思うのですが、
当時の私は、エレベーター内は聖域だと思っている節があり、恐怖心などみじんもなかったので、即座にその隙間に棒を差し込み、てこの原理で、こじ開けました。蓋は簡単に開きましたが、中を覗いてみても、何もない空間が、ただぽっかりと口を開けているだけで、目新しいものはありませんでした。ちょうどその時、エレベーターが止まったので、8階に着いたんだなぁと思い、振り返りました。そこで私は見てしまいました。ドアが開くと視界に入ってきたもの、それは、薄暗いエレベーター。ホールの真ん中に立つ人、いや、明らかに人間ではありませんでした。人の形をした灰色の物体が、中腰姿勢になり、上半身を揺らしながら、ゆらゆらと立っていました。姿ははっきりと見えているはずなのに、服を着ているのかも、どんな顔をしているのかもわからない。なぜか中心がぼやけていて、そこに光が吸い込まれているように見えました。私は呼吸するのも忘れて、この謎の物体を見つめることしかできませんでした。どれだけの間、眺めていたのか。気がつくと、私は自分の家の布団の上に横たわっていました。周りには、母と知らないおばあさんが、隣に座っていました。一瞬、自分に何が起きていたのかわかりませんでしたが、母は、私が目を覚ましたと、父を大声で呼び、父は私に駆け寄ってきて、強く抱きしめてくれました。その瞬間私は、エレベーターで見た恐ろしい光景を思い出し、家族にしがみつきながら、むせ返していずくほど大泣きしました。どうやらあの後、エレベーターの中で倒れていた私を発見した、他の階の住人が、家まで届けてくれたらしいのだが、意識はあるが、何を話しかけても反応がなく、心配になった両親は、念のため病院に連れて行ったらしいのだが、原因がわからず、とりあえず点滴を打ってもらい、一旦帰宅。それから2日が経っていたらしいのだが、私はその間、ほとんど寝たきりで、何を話しかけてもうつろな表情で、ろくな返事をしない状態が続いていたそうです。私の住む県には、あくまで俗州ですが、そういう心神喪失状態のことを、方言で、魂が落ちた、と表現するのですが、これは事故にあったり、子供が驚いたりすると、落ちると言われています。落ちた魂は、魂込め、と呼ばれる儀式で、戻さないといけないとされています。その儀式は、この県特有の霊能力者、イタコのようなものです、にお願いして行うのですが、父の知り合いの霊能力者にお願いして、先ほど魂込めを行うと、私は正気に戻ったらしい。その後、霊能力者のおばあさんに、見たものについて話し、後日、うちの家系の総本山、みたいな家に行って、お祓いもしてもらったりしました。そのおばあさん曰く、この団地には悪い気が集まっていて、悪霊なんかも引き寄せやすいらしい。そして、あのエレベーターの、霊の蓋だが、この団地で死んだ人の霊が、この悪い気につかまり成仏できずに、あの空間に集まってた?みたいな話をしていたと思います。古い記憶なので、曖昧ですみません。そんなところを開けて、中に頭を突っ込んだりしたもんだから、魂の力が、まだ弱い子供なんかは、簡単に魂を引っ張られて、落としてしまうらしい。両親もこの件で、相当この団地に嫌気がさしたようで、その後、すぐ遠い場所のアパートに引っ越すこととなりました。それ以降、変なものを見たりしたことはありません。私はもう社会人になったし、小さい頃の記憶なので、記憶も薄れかけてきてはいるのですが、今でもエレベーター、特に古いエレベーター、なんかには、怖くて一人で乗れないです。今日は、久しぶりに家族で集まったので、両親とこの話になり、久しぶりに思い出したので、ここに書いてみました。読みづらかったり、あんまり怖くなかったりしたかもしれませんが、最後まで読んでくださり、ありがとうございました。最後に、皆さんも、小さい観音開きの蓋がついたエレベーターには、ご注意を。ひえ、これからエレベーターに乗ったら、思わず確認してしまいそう。わかる。気になるよな。うん。さて、次のお話は、おかしな人に追いかけられるお話だ。ごくり。それでは、早速聞いていただこう。正直、他の人の心霊現象とか、恐怖体験とかと比べれば、大したことないかもしれんが、生まれて初めての心霊現象?なんだ。昨日っていうか、時間的に見れば、今日あった話なんだ。自分は飲食業に勤めてて、帰宅時間が午前になることもよくある。で昨日は、今日が自分が休みであることと、団体客の予約が入ってたから、ちょっと、一人残って仕込みをしてた。で、
午前1時半頃を過ぎたあたりで、さすがに帰ろうと思い、帰ったんだ。で、問題はその帰宅中に起こったんだ。自分の帰宅路なんだけど、駅の中を通り抜けて帰ると、少しだけ近道になるんだけど、そこのベンチに、一人おばさんが座ってたんだ。50から60歳くらいで、ペットボトルのお茶を飲んでた。その時点では、普段も一人二人は人が座ってたこともあったから、なんとも思わなかったんだ。でも、近くに行くにつれ、おばさんがこっちをガン見してることに気づいた。しかも、ペットボトルを口から一切離さない。とりあえず、関わらないようにしようと、足早に目の前を通り過ぎたんだけど、俺が目の前を通った後、立ち上がって後ろをついてきた。内心、勘弁してくれって思いながらも、単なる自意識過剰かと思い、歩く速度を落として、追い越してもらおうと思った。でも、ペースを落としても、追い越されない。しかも、後ろの方からは、ガリッ、ガリッ。って、なんか噛む音がする。そこで、さっきのおばさんが、ペットボトルを噛みながら、後ろからついてきてると思い、完全に、変質者に目をつけられたと思った。しばらく進んだ先にコンビニがあるから、そこまでの我慢だと思い、いつでも走れる準備をしつつ、ペースを一定に保ち歩いた。で、3分ほど歩いて、あと少しでコンビニだってとこで、後ろのおばさんが、ペースを上げたことに気づいた。そこで俺は、全速力でコンビニに逃げ込んで、これで助かったと思ったら、おばさんまで、コンビニの中に入ってきた。もう、警察覚悟した方がいいかなって思ったら、おばさんが一言、大丈夫？なんか、されなかった？ん？何を言ってるんだと思ったね。あんたのせいで、こっちはビビりまくりだよって感じだった。で、話を聞くと、俺の後ろに、コンビニに入るまでずっと、後ろから張り付くように、人がいたらしいのよ。おばさん曰く、駅のそばで迎えを待ってたら、あなたと、後ろから一人、髪の長い、白と黒の服？落ちた人が歩いてきた。そばまで来たら、何かおかしい。前の方の人は、後ろを全く気にかけないし、後ろの女性は、後ろをぴったりとつけて歩いてる上に、声もかけない。もしかして、変質者につけられてるんじゃないか。と思い、後をつけてたらしいんだ。コンビニの前でペースを上げたのは、俺を引っ張って、コンビニに避難させようとしてたらしい。でも、俺が突然走り出し、後ろの女性はそのまま歩いてく。とりあえず、俺の方が心配になって、コンビニに入ってきたらしい。謎なのは、おばさんが、おそらく女と言っていたのと、服の種類をなんて言ってたか、わからなかったから。でも、おかしいんだよ。俺、おばさんから後ろつけられてた時、ちらっと、後ろを何回か振り向いてるけど、そんな人、絶対にいなかったんだよ。どうも釈然としないけど、関わりたくなかったから、とりあえず大丈夫だということと、お礼を言ったんだ。そしたら、すぐにおばさんは、駅の方に向かって帰ってった。少し怖かったから、コンビニで少し時間を潰し、早足で家に帰宅したんだ。で、シャワー浴びて、すぐ寝ようって思って、服を脱いだら、そこで背筋が凍った。背中の方に、長い髪の毛がついてんの。パッと見て、10本はあったと思う。一人暮らしだから家族もいないし、職場にも髪の長い人はいない。もちろん、俺自身の髪でもない。もう気持ち悪くて、服を捨ててシャワー浴びた。朝一のゴミ収集に、速攻で捨ててきた。そして眠れない。あの後、おばさんは、女性はどっかに歩いて行った。って言ったけど、もしかして俺の後ろをまたついてきていて、家までついてきてたら、と考えたら、眠れなくなってしまった。誰か助けてくれ、マジで怖いんだ。うわぁ、ついてきちゃったのかな。その可能性はあるな。おばさん、いい人だった。さて、次のお話は、霊感のある女性の、とんでもない体験談だ。それはやばそう。それでは、早速聞いていただこう。長くなりますが、聞いてください。私の家族で、父は北海道の神社をしていた家系で、はっきりと見える人。母は感が鋭く、誰かが入院したなど聞くと、丸月三角日、丸時頃に亡くなる。と言い、実際、何回も当たったことがある。ちなみに、母も見える人。私は両親の血を継いだのか、見えるし、感は鋭いし、小さい頃から、世界を色で見ていた。例えば、気の合わない人は赤、本能的に好きになる人は青、一緒にいて安心する人はオレンジ、のように、空の色や、水の色も視覚的に見たものと、感覚的に見たものでは全く違う。
変な感覚の持ち主。誰かが死んだ場所には色があって、それが時代によって違ったりする。青は平成、昭和はセピアっぽかった、大正はコントラストが高めだったり。そんな私は、某大手チェーンのカフェで働いているのだが、去年から喫煙席が変に暗くて、誰かがいる。一番奥の席、そこに女の人が座ってた。色は青。きっと、平成に亡くなった方だと思う。それを私だけが見ているならまだしも、一緒に働いている友達も。そこに何かがいる。という。まあ、何かしてくる様子もなかったから無視してたんだけど、たまに、ガタガタと動いたりする。でもやっぱり、そんなに気にならなかった。だって、何もしてこないから。まあそんなこんなで、特に何もされることなく、店が改装した。その女性がいたところは、照明が変わり、随分と明るくなった。女性の影は、少しだけ薄れた気がするなぁ、と思ってたんだけど、新しくできた喫煙席に、6人くらい新入りが増えた。まあ、今回の話の主役は、その6人ではないから、今回は話しません。私は、その新入りに目を取られ、女性を気にすることがなくなったの。でも一昨日、その女性が明らかにおかしかった。今まではじっと座ってたのに、立ってた。しかも、歩いてるの。前には進んでないけど、体が左右に揺れてる。じわじわと、近づいてくる感じ。でもまあ、今まで何もしてこなかったから、と。その日は少し怖いなぁと感じながらも、店を出た。それで、昨日、いつものように店に入ったら、その女性と目が合った。ということは、その女性の場所が移動した、ってこと？今まで女性のいたところは、入り口からじゃ見えない、一番遠いところ。それでも昨日行ったら、入り口から入ってくる私をじっと見てた。赤黒くて、睨むみたいに私を見てる。私は慌てて店を出て、いろんな人に電話をかけまくった。気が狂いそうだった。逃げたかったけど、仕事あるし、と。どこか冷静で。でも、店に入ることはできなかった。何人も電話した。そしたら、母にやっと電話が繋がった。私はワンワン泣きながら、母に、怖い怖い、と言い続けた。実際、死ぬほど怖かった。入り口から2メートルほど離れた、従業員用駐輪場にしゃがみ込んで、泣きながら電話をする。そしたら母が、あんた、何したの？その声は誰？と、怒鳴り出した。その声？私以外その場にいない、と思い、顔を上げたら、女性が店の中に立って、私を見ていた。入り口は全部ガラス張りだから、はっきり見えた。私は、なんでいるの？と、金切り声で叫ぶ。もちろん通行人もびっくり。母は、すぐに行くから、待ってなさい。と言うけど、こんなところで待ってるなんて、正直無理。足がもつれながらも、店から離れ、近くの某ファストフードのビルの隙間に座り込んだ。そしたら、バイト先から電話が来た。事情も説明しなきゃならないし、と電話に出て、ひたすら謝り倒す。今日はもう無理です、いけません。と、言い続けた時に、電話先の先輩が、〇〇以外の女の人の声で聞こえないよ、どうしたの？という、他の人の声？まただ。でも、ビルの隙間、私以外の声なんか、入るはずがない。そう言われ、声が出なくなった。涙も止まらない。そしたら、急にスマホの充電がなくなった。家を出る直前まで充電してたのに、画面には、充電がなくなりました、シャットダウンします。みたいな文字。でも、その画面もおかしい。文字が乱れてる。こんなバグは初めてだった。薄暗いビルの隙間に耐えられなくなって、その某ファストフードの店に入って、母を待った。待ってる間、耳元で誰かが喋ってる。怖くて、泣きながら母を待つ。10分ほどして、母が来ると、父の実家から送られてきた水晶のブレスレットと、水を私に渡す。今すぐ、飲み切りなさい。と、母は私に怒鳴って、震える手で、タンブラーに入った水を飲み干す。ちょっと塩辛い。飲み干すと、母は私を、無理やりファストフード店から出し、車道まで出ると、私に向けて大量の塩をぶちまけた。目に入って痛かった。とにかく、痛くてまた泣く。人通りの多い道だから、もちろん、周りはポカン。立ち止まる人もいた。それでも、耳元での喋り声はなくならなかった。そんで家にタクシーで帰って、玄関で待ち構えていた父に怒鳴られる。明日、必ずお祓いに行け。なんてもんを連れて帰ってきたんだ。と、まだいるのか、と思いつつ、私はうなずいて、少しだけ寝ようと、母の布団に潜り込んだ。私の部屋は霊の溜まり場所だし、隣人がじ、下部屋に面してたから、
部屋に入る気になんてなれなかった。少しうとうとし始めて、何気なく窓の外を見た。いる、あの人が。でも、割と冷静で。参ったなぁ、どうしよう。なんて思いながら、ちょっとだけ効いてきた睡眠薬に釣られて眠った。それでも、深夜のバイトがあるから、深夜の別のバイトに向かう。その頃には、すっかり心が晴れて、気持ちよくバイトをしてた。バイトが終わって、3時過ぎに家に帰ってきて、うちは5階だから、5階までエレベーター使って、外にある廊下を歩く。その時、感じたことのない違和感を覚えた。5階から見下ろすと公園があるんだけど、いるんだなぁ、そこに。あの女性が立ってる。しかもこっちを見ながら、慌てて部屋に入って、母の隣に潜り込んだ。今、ここ。みんな寝てるはずなのに、リビングに誰かいる。参った。私は明日お祓い行きます。思った以上に大変な目に遭ってた。これはきついよなぁ。お祓いがうまくいっていたらいいな。さて、次のお話は、ある特定の時間になると現れる、不気味な存在に関するお話だ。なんだ、それは。それでは、早速聞いていただこう。自分の実家は築100年。岐阜県に大正村というところがあるが、そこで公開している家にそっくり。中庭を囲むように、母屋、渡り廊下、離れが、この事情に並んでいる。子供の頃、なぜか、じいちゃんから、夕方は、壺のうちに行ったらあかん、と、言われていた。トイレは離れの横にあるので、生活空間の母屋から、夜でも真っ暗な渡り廊下を通って、トイレに行かなければならなかった。仕方ないので、夕方だけは、尿意を催すと、近くのコンビニへ行くか、我慢していた。中庭は、壺のうちといい、手入れされた数本の木と、苔むした石の周りに、白石を敷いた枯山水。まあ、料亭みたいなんだけど、この字の空いているところは、隣家の家の壁で、全くの閉鎖空間。昼でも薄暗く、自分はあんまり好きじゃなかった。じいちゃんが入院して、ベッドの横で一人でいるとき、いろいろ話をした。お前は長男だから、丸々家を頼むぞ。とか、入り愛知のこととか、推理犬のこととか、小学生には意味不明だが、大事なことだと思って、うなずきながら聞いた。多分、じいちゃんは、薬で少しおかしくなっていたと思う。その時に、壺のうちの幽霊見たか、と聞かれた。見てないよ。庭に幽霊出るの？と、アホな俺は、目を輝かして尋ねた。幽霊を見たかったのだ。てるさ、楽器鳴らしてな、寂しい音、鳴らしてな。もっと聞きたかったが、薬が効き始めたらしく、眠りに落ちていった。その後しばらくして、じいちゃんは病院で死に、父親は多分、浮気していなくなり、急に貧乏になった。夏休みが来た。楽しい夏休みも、母親は働きに行き、家で一人で過ごすことが多かった。どこに出かけるでもなく、昼下がり、時間を持て余していた時、じいちゃんから聞いた話を思い出した。幽霊を撮影してやろう。自分が持っていた使い捨てカメラを探し出して、スタンバイした。蚊がひどかったな。プロ野球中継の音が、遠くで聞こえる。その時、庭から、音が聞こえた。はじめ小さく、だんだん大きく。薄暗くなった庭を、目を凝らしてみると、石を積んだ築山と山椒の木の間に、真っ赤に向けた、皮のない上半身の人間らしき姿を見た。男か女か、ズボンを履いている。どっしり、地面に大の字で足を下ろし、自分の方を見ずに、斜め下を向いてる。寂しそうな曲を吹いている。口元にはハーモニカ。でも、音は違うとこから出ているように聞こえた。結構な時間が過ぎたと思うが、自分は固まったまま動けなかった。曲が終わり、カメラを見て撮り、視線を戻すと、それはいなかった。その日は、母親が帰ってくるまで怖くて、コンビニで過ごした。暗くなって、母親が帰ってきた。怖くて、現実か確かめたくて、そして、なだめて欲しかったのに。あんた男やからな。男だけに見えるん。と、拍子抜けな回答だった。悪させんから、夕方はいかんとき。寂しくて、なんか孤独を感じた。中学生になり、4時半だから大丈夫かな、とトイレに行くと、またハーモニカのやつはいた。それの弾く曲が、陶器山に日は落ちてー、という曲だということは、その頃はわかっていた。何度か見るようになって、もう、あんまり怖くなくなっていた。自分の部屋が、庭がよく見える離れになって、時々、夕方なんとなく庭を見ると、ハーモニカの調べが鳴り、あいつが出現する。写真を撮ったけど、
黄色っぽくセピア色になり、あいつは映らない。高校生になり、友達と夕方までゲームをしていた。こいつなら見せてもいいか、と思った。秘密を共有したい、と思った。庭を見て、そいつにも見せると、そいつは畳に漏らしやがった。スーパーファミコンのポピュラスの心臓の鼓動、BGM にしてたっぷりと、夏休みが終わり学校に行くと、みんながニヤニヤ笑って、俺のことを、お化け屋敷、とか、ヘルイレザー、と呼ぶようになっていた。ヘルイレザーという映画に、赤向けの怪物が出てくるらしい。今思い出してググったが、よく似ていた。自分は、人を簡単に信用したらあかん、ということを学習した。そいつが漏らしたことを喋って、さらに孤立した。大学に入り就職したが、実家にはほとんど近寄らず、連絡もしなかった。親族の会議があって、実家に帰った。どうやら母親は、家を親戚に売るらしい。びっくりするほど安かったが、別にどうでもいいと思った。親族が引き上げて、缶コーヒーを飲みながら庭を見る。ハーモニカの奴が現れた。開け放した座敷にいる母親は、近くにいるのに音も聞こえないのか、湯飲みを片付けている。実害がないと言ったが、こいつを見ると自分は人が嫌いになり、孤独になる。まあ、自分のせいでもあるかもしれないが、こいつの呪いでもあるかもしれない。と思いながら、その日は、最後まで聞いてやった。霊、というより、疫病神のような存在だね。確かにな。いつか、いなくなってくれるといいけど。さて、次のお話は、ある特殊な霊が出てくるお話だ。特殊な霊？それでは、早速聞いていただこう。つい昨日の出来事なんだけど、聞いてくれ。先日、父が亡くなって、家を一軒相続したんだが、立地は悪くないものの、だいぶガタが来てるし、無駄に広すぎるんで、妻と相談した結果、売り払うことにしたんだ。幸い、遺品の整理をしてる最中にも、たびたび不動産屋の広告やら名刺が入ってたんで、そこに電話し、結局4社で委託、及び買い取りの査定をしてもらうことになった。で、そのうちの3社目、結構今風の感じの、垢抜けた30代前半ぐらいの青年が、査定にやってきた。ハキハキと喋るし、感じも悪くない。しかも査定額が、前2社に比べると、1000万近く高い。俺も妻も、ほぼここに決めかけてて、その旨を告げると、隔室内の写真を撮らせてほしい。と言ってきたんで、快諾し、俺が付き添って、改めて各部屋を案内して回った。で、仏間の隣にある、8畳ほどの小部屋の扉を開け、中に青年を入れた瞬間、扉に手をかけたままの状態で、突然の金縛り。金縛り自体は、何度も経験があったんだが、こんなに唐突に、しかも立ったまんまっていうのは初めてだったんで、一瞬、何か重篤な病気でも出たんじゃないかと思って、パニクってると、すぐ耳元で女の声がした。くぐもった感じで、大きさの割にすごく聞き取りづらいんだが、苦しい、とか、なんとか言ってるように聞こえる。どうやら眼球だけは、かろうじて動かせそうだったんだが、声のする方を見たらヤバいと判断し、視線をそらして室内を見ると、こっちに背を向け、何やらメモに書き込んでいる青年の背中に、茶色っぽいソバージュの髪と、妙にゴテゴテした感じの、黒っぽい服を着た女が張り付いていた。それだけでも十分怖かったんだが、その女は異様に首が長く、40センチはあった。背中を向けてるのに、顔だけはこっちを向いてて、目玉がカメレオンみたいに、ギョロギョロとせわしなく動き回ってた。あまりに現実感がなくて、怖いというより、呆然とそいつを見てたんだが、青年がこっちを向いた瞬間に見えなくなって、ほぼ同時に金縛りも解けた。当然、査定どころではなく、少し体調が優れないので、と、苦しい言い訳をして、お引き取り願った。その後、思うところがあって、その青年の勤めている会社のことを調べてみると、出るわ出るわ、悪霊だらけ。当然、今朝一で、丁寧に断りの電話を入れた。青年がこっちを振り向いた瞬間、はっきりと、苦しめ、って声が聞こえたんだ。多分あの青年、もしくは会社ぐるみで、いろいろやらかしてたんだと思う。そう思いつつも、結局今の今まで一睡もできなかったんで、これ投下したら、眠剤飲んで寝る。おお、語り部さんとしては、少しありがたい例だったね。そうだな。一体、青年は何をしたのか。さて、次のお話は、UFO のような何かを見てしまい、大変な目に遭うお話だ。何か、とは？それでは、
早速聞いていただこう。15年くらい前の話です。ちなみに女です。夜出発で、友達と海への旅行を控え、シャワーを浴びて、髪をドライヤーで乾かしていました。そこはお風呂場の前室で、ちょっとした小窓があります。暑いので窓を開けて、何気なく窓の外の隣の家の屋根を見ると、その向こうの方に、何か光るものが見えます。なんだろう。髪を乾かす手を止めて、じーっと見てみると、遠くの方に、強く光る小さな物体がありました。あ、UFO だ。あまりに突然の出来事に、怖さなどよりもワクワク感が強く、こちらが見つかったら嫌なので、電気を消して、またドライヤーをかけながら見ていました。髪を乾かし終わっても、まだゆらゆら動いているので、旅行の話題にもなると思い、写真に撮ってみようと、簡易ポラロイドカメラのチェキ、当時はそれしかカメラを持ってなかった、お部屋に撮りに、戻っても、まだふわふわと動く物体、チェキを構えてシャッターを切ると、ストロボがピカ、あ、光っちゃった、と思った直後、その光る物体がどんどん大きくなる。明らかに物体が大きくなってきたので、見つかったのかもしれないと思い、恐怖でそっと窓を閉めて、まだ起きている、今の家族の元へ、今の出来事を母や姉に話し、カメラの写真を見せると、さすがに何も写ってなくて、信じてもらえない。旅行のため、友達の迎えも来るので、あまりゆっくりもできず、今で化粧などしながら、UFO のこともあまり気にならなくなり雑談。その後は何事もなく、友達と海へ出発しました。そして、一泊の旅行も終わり、実質霊泊です。家に帰ると、何か問題があった風。何かあったの?と、母に聞くと、昨夜、姉の部屋に不審者が入って、いたずらされたって大事件。警察も来て、姉も聴取されて大変だったみたいです。当の姉からは、なぜか私がめちゃめちゃ怒られて、どうしたの?と話を聞くと、ようやく、昨夜寝静まってから、急に金縛りみたいになり、気づいたら、部屋に誰か人がいる。それも何人か。起きたくても体は動かなくて、その人たちに体を触られまくったり、何かされてる。それも1時間くらい、長い時間に感じたらしい。姉の体には無数のあざ。体が動けるようになった時には、誰も部屋にいなかったけれど、怖くなって母に話し、あざもあるので警察へ連絡。家は鍵がかかっており、押し入られた形跡もなく、思い当たるのは、妹が昨夜見た UFO のことくらい。それで、私に怒ってた。実際に警察も来たので、15年くらい前の、神戸市内の警察の方なら知っているかもしれません。もし、私が旅行へ行かなければ、私がそうなっていたかもしれないし、姉には申し訳ない気持ちでいっぱいでした。これには後日談もありますが、それはあまり怖くはないので省略します。長い文章お付き合いありがとうございました。UFO 女です。後日談ですが、あまり怖くないので、前のお話の一つとして書きます。UFO 事件の後、姉は何事もなく、今も元気に暮らしています。そして私ですが、その後 UFO に見張られているというか、付きまとわれるようなことが、2年近く続きました。付きまとわれるとは、こんな感じです。事件から2ヶ月近く経った頃、ある日自転車に乗って、街中を普通に走っていると、ふと気づいたら、前方の空に何かが浮かんでる。思わず自転車を止め、あ、UFO だ。その時は姉の件があったので、正直、怖くてどうしよう、って感じ。その UFO は光っていなくて、真っ黒。周りの建物の感じから見て、遠くではなく、本当にすぐそこ。距離にしたら1キロないくらいに浮かんでる。説明しにくいけれど、リアルにそこにいるんです。これが伝わりにくいですね。この時は街中でもあり、もちろん人もちらほらいるので、とにかくどこかに入ろうと、近くのファーストフードに入りました。怖くて仕方なかったけれど、小1時間過ごしてお店を出ると、UFO はいなくなってました。ただこれだけなんですが、こんなことが2年間で何度となく、一番近くで見えたのが、この最初の時で、一番長くついてきたのは、日中ほぼ丸々。付きまといがなくなったのには、特に理由もなく、この話だけだと、恐怖感が伝わらないんです。でも、私には怖かった。後日談はこんな感じです。つまんなくて、すいません。でも、ありがとうございました。これは、災難なお話だね。うむ。語り部さんも、お姉さんもな。お姉さん、本当にかわいそうだった。さて、次のお話は、短いがキレのあるお話だ。ほうほう、
それでは、早速聞いていただこう。俺は書くぞ、つまらないと思うが、数年前に、祖母の家の近所でさ、人事件があった。その事件が悲惨で、息子が母親を、1時間にわたって、首や脈に噛みつきさ、害した。犯人は事件後に、こう語っていた。水を与えられず、喉が渇いて死にそうだったからやむなくやった。犯人は足に鎖をつけられていて、外に出られない状況で、母親から監禁されていた模様。犯人は母親が近づいた時、捕まえ噛みつき、さ、害した。しかし、その事件には続きがあった。その家には娘がいて、娘が裁判で言ったセリフがこれ。兄が足に鎖をつけていたのは、兄が正常な時に、兄自身がつけました。母は最初、心配してましたが、だんだんとそれを見て笑っていました。その裁判の1ヶ月後、娘が逮捕された。娘は事件1ヶ月前に、寝ている兄と母に覚醒剤を売っていた。兄は覚醒剤をやめるために、自分で足に鎖をつけ、母は打ち続け、おかしくなっていった。娘の犯行理由がこれ。覚醒剤を売っていたのを母に見つかり、警察に連れて行かれそうになったので、家族みんなでやれば、隠す必要がなかった。ひえ、まさか、こんな結末とは。まさかの展開だよな。短いお話だったけど、驚いたよ。うむ。今回のお話、皆さんはどう思われましたか？コメントで感想を聞かせてくれると嬉しいぜ。では、今日の怖い話はここまで。動画が面白かったら、高評価ボタンを押してくれると嬉しいな。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。